はじめまして、清流酒造の蔦澤です。これから本社工場内をご案内いたします。まず、こちらは表の駐車場です。中にも大きい駐車場があります。ここは清流酒造の専門です。これから工場内をご案内します。あちらに見える建物は小売り、販売部、お酒を直売しております。奥に見える白い建物はボトリング工場。正面に見えるのが清水亭という接客場になります。中にはお茶室があります。こちらは本蔵になります。こちらは先ほど紹介いたしました中庭です。それでは紹介いたします。当工場の社長であります岩崎です。こんにちは、清流酒造の社長の岩崎です。よろしくお願いします。さて、当工場は150年以上の歴史を持つ酒類製造メーカーです。何を作っているかといいますと、4種類作っています。1つは、一番メインですが清酒、そして2番目は本格米焼酎、そして利休酒、スピリッツ、この4種類を製造し販売している会社であります。またこの工場内におきましては、お酒を直販している工事部も備えております。年中無休で朝9時から夕方6時まで、販売しておりますので、もし、お近くに、おいでの際は、とも当社の方にお立ち寄りください。さて、日頃清流をご愛顧願っているお客様、本当にありがとうございます。今のこの世の中、新型コロナの感染で非常に世の中が騒然としております。皆さん方もですね、ほとんどの方が楽しい仲間たちと飲み会をすることができない状態と思いますが、そこで清流酒造におきましては家でもお酒を楽しんでいただきたいと思い、その家飲みでの楽しみ方、あるいは会社の情報などをですね、この動画配信を通じて皆さんにお伝えしていきたいなと思っております。でこの動画の配信はですね、毎週その、土曜日か頃にはその更新してしたいと思っております。一つよろしくお願いします。さて、ここは先ほど紹介いたしました清水亭の中のステージです。第1回家飲みのお酒は社長が毎日晩酌で飲んでいる自信作でいきたいと思います。こちらですね、社長。はい、自信作。この自信作というのはですね、この自信作という名前が商品名となっております。で中身は何かと言いますと、大吟醸が半分、純米の大辛口が半分入ったブレンド品となっております。で、アルコール分が 15.5%、 でそして日本酒の甘さ辛さはですね、やや辛のプラス4になっております。でこのお値段は、こちら自信作のお値段、大きい方 720ml は税込みで1250円、そしてこちら小さい方 300ml は税込みで620円となっております。こちらのお酒は売店そして通販の方で販売しております。でも社長、はい、第1回の記念として何かやりませんか。やりましょう。お客様が喜ぶようなこと、何か家飲みキャンペーンとかいかがですか。そうですね、家飲みキャンペーン、例えば自信作、700ml6 本1箱でワンケースとなっております。でこの6本の注文、ワンケースの注文をいただきましたならば、ネット上の注文を受けた場合、送料を無料にいたします。また、工場内の売店で、買いに来られてきた場合はですね、6本1箱で、送料分値引きして販売していきたいなと思っています。そのキャンペーンは今日から、はい、今日からやりましょう。はい、今日からやりましょう。はい、そしていつまで、8月の15日まで。8月の15日までこちらのキャンペーンは社長がやってくれるそうなので、皆さんよろしくお願いします。詳しくはホームページの方にも書いてあります。はい、清流チャンネルでは毎回家飲みが楽しくなる何かを提案していきたいと思います。今日は先ほど紹介した自信作とそれに合う簡単なおつまみをご紹介したいと思います。今日はどうも、おつまみは、こち
島ですね。あ、キュウリですね。キュウリですね、うん、今日のおつまみがうちの会社の畑で採れたキュウリで作ってみました、うん、うちの麹で作った塩麹の中にキュウリ、生姜と、みょうがと、和がらし、うん、ジップロップに入れて一晩置いたものです。うん、社長、塩麹って気持ちしますもんね。しますのでね、ちょっとね、まあ、漬物とか肉なんか入れても、まあ、美味しくなりますよね。で、この麹、それから酒かすなどはですね、当社でも冬の間売店で販売しております。皆さんもですね、ちょっと家庭菜園してる方なんかはね、チャレンジしてみるといいんじゃないかなと思います。で、次回、この動画配信は第2回はですね、うん、来週の土曜日頃になります。はい、じゃあ一つよろしくお願いします。それでは最後に乾杯をして、お別れしたいと思います。自信作でいきましょう。今日はこちらですね、先ほど紹介しました社長の大好きな自信作で乾杯したいと思います。はい、それではまた来週よろしくお願いします。乾杯。乾杯。あー、うん、美味しいね。まあ、やっぱり自信作はね、さらっとして、ね、飲みやすい、ね、とっても飲みやすいです。いいなと思います。はい、よろしくお願いします。もうちょっと欲しいな社長、それは飲みすぎ。すいません、また来週。